皆さんこんにちは、花です。この動画ではこのような漫画風の吹き出しのアニメーションの作り方を紹介していきます。素材のダウンロード先は、説明欄のリンクに貼りましたので見てみてください。この素材を使わなくてもアフターエフェクツ上でシェイプレイヤーで描いても大丈夫です。では始めます。ではまず新規コンポジションを作っていきたいと思います。今回は短めのアニメーションなので5秒で作っていきます。まずは吹き出しをイラストレーターから持っていきます。私は、オーバーロードというプラグインを使いましたが、ない場合は持ってきたいオブジェクト以外を非表示にして保存してから、ファイルをアフターエフェクツに置いてください。まずはアンカーポイントを、吹き出しのとんがっている部分に持ってきます。そして今度は、吹き出しを徐々に大きくして、出現するようなアニメーションを作っていくので、スケールのキーフレームを打っていきます。0秒で、スケール0で、5フレームで100にします。まず1つ目のアニメーションが終わったので次に移ります。次はドーナツ状の雲がだんだん大きくなるようなアニメーションを作るので、またイラストレーターから素材を3つ持ってきます。今持ってきたものを一旦まとめるのでプリコンポーズします。フレームのところで全てカットします。フレームずつだんだん出現していくようなアニメーションを作るので、レイヤーを小さいものから大きいものに順に並べていきます。で、これをプリコンポーズしたものは先ほどの吹き出しの後の2秒のところに持ってきます。最後に、ドーナツ状の雲が弾けて消えるアニメーションを作ります。イラストレーターから素材を持ってきます。持ってきたらプリコンポーズします。プリコンポーズしたものの中に入って、それぞれの素材を自分の、お好みで並べてみてください。で、小さい雲を、少し重ねて輪っかを作ると可愛く見えると思うので、私は少し重ねて作っていこうと思います。
配置し終わったらこれも、全て2フレームでカットしていきます。これもまたアプリコンを外します。クリコンポーズしたものの中に入って全選択コピーで、また貼り付けて、それをクリコンポーズまたします。でクリコンポーズの中に入る前に、2フレームずつになっているので1フレームだけそれぞれ重なるように配置していきます。でまた同じ1つ目のプリコンポーズと同じようなものことをするので早送りにしていきます。こんな感じで、先ほどのものを6個すべて作り終えました。次に吹き出しの中に入るテキストを入力していきたいと思います。全選択してまたプリコンポーズします。私はあらかじめ用意した動画があるのでそれをこちらに置いていきます。引き出しの中の音符のアニメーションをつけ忘れていたのでもう一度つけていきます。一番最初の一つ目の吹き出しのところが終わる2秒でテキストレイヤーを切ります。で、透明度を0フレームで0、5フレームぐらいで10にして F9 を押して EGEASE をかけます。でこのようになるんですけれども、今回はこの吹き出しの左右反転にして作りたいので、コンポジションのスケールでリンクを外して縦横のリンクですね、横のスケールをマイナス100にします。でコンポジションをマイナス100にすると、音符も逆さになってしまうので左右だけマイナス100にスケールをしていきます。
足向きを変えるので、回転を開きます。で少し大きすぎるので今回は、私はマイナス60にしました。でこれはリンクが外れているので、縦の方のスケールも、60に変更しました。あとは、音符の回転などを調整していきます。全体的にはこのような感じになります。動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったよという方はいいねボタンをお願いします。もしよろしければチャンネルと SNS のリンクが貼ってありますので、アイコンをクリックしてフォローしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。